おもちろん成果はあったのかい？結果を出してこそ価値があるからね。どの戦場に向かうんだ？私たちがいれば必ず勝てるわ。訓練が勝負を分けますよ。勝利をつかみましょう。
どの戦場に向かうんだ。怪人ジェラルトに俺が勝った。
俺のことはいいから逃げろ、早く。でもフレーチェ、兄さん。よくも私が。おい、私のせいで兄さんが死んじゃった、私のせいで。お前のせいじゃないだろう。でも私がいなかったらきっと逃げられた。私を守るために兄さんはあの悪魔に。それを言ったら俺のせいになるんじゃないか。戦場であいつはあと一歩まで追い詰めたのに逃がしちまった。その後もジェラルトに苦戦してお前らのところに戻るのが遅れた。もっと早く戻ってきてればあんなことには。あなたは私を助けてくれました、私を。そうじゃない、お前を助けたのはランドルフだ。ランドルフが身を挺してお前を守ったから俺が間に合ったんだ。でもそれはフレイチェ、今は何を言ってもダメかもしれない。だから俺は自分の剣で示すさ。灰色の悪魔を討ち取ってな。必ずできるよ。さっきの君はあと一歩のところまで迫れたんだ。でも予感が当たってしまったことは本当に残念だよ。ジェラルトが。すまなかった。私があっさりやられてしまったばっかりに。団長、仕方ない。傭兵家業には死はつきものだ。仕方ないことがあろうか。わしの力を拒まねば助けられたわ。だがあの団長が未だ信じられん。いかにした我が器よ。わしに体をよこせば復讐なぞたやすいぞ。お主の父を殺した小わっぱを煉獄へと送ってくれようではないか。アロイス、傭兵団をしばらく任せていいか。団を離れて一人でやりたいことがある。お、いや、だが。自分にしかできないことなんだ、頼む。相分かった。だが死ぬような真似だけはやめてくれ。うん、今は少し強くなる。敵将全フラルダリウス公は撃った。これでマテウス領のみならず王国西部は一斉に帝国になびくことだろう。だがこれまで以上にこちらの被害も多い戦いであったな。ええ、ランドルフ将軍を含め
死傷した将兵の数はこれまででも最大でしょう。ですがこれまで何度も我々の邪魔をしてきたジェラルト傭兵団、その団長を撃てたのは幸いでした。これで傭兵団も弱体化すると嬉しいのですがね。団長を撃った帝国に復讐するぞって、逆に団結する可能性もあるんじゃないですか。そうなったら厄介ですよ。まだ灰色の悪魔もいますし。あの人なんか気になるんだよね。紋章を持ってる気がするし。そうなのか。まああの強さだし納得だけどよ。それって貴族の出ってこと？さすがにそんな風には見えませんでしたよ。そんな風に見えない代表格が君の隣にいると思うけど、まあいいや。途中髪の色変わるありました。ブリギットの伝承思い出します。精霊に認められ精霊の加護を受ける人、強い力得られる、得られます。ベルは復讐は反対です。仕返しされるのは嫌ですよ。でも覚悟の上じゃなかったのかしら、ベルナデッタ。戦場に身を置いて誰からも恨まれないなんてことは無理な話よ。残された彼らの選択は彼ら自身のもの。私たちは私たちでできることをやりましょう。そんな、私は復讐なんて無理ですから。期待しないでくださいね。期待はしていませんが、あまりに不敬を働くと復讐される前に命がなくなりますよ。フレーチェにはああ言ったが、果たしてこれで良かったんだろうか。良かったと僕は思うよ。君はできることをやったじゃないか。灰色の悪魔は逃がしてしまったけれど、傭兵団の団長は討ち取れた。君が成長していることは疑うべくもない。次の機会があれば確実に勝てるけど、多くの仲間が、ランドルフも。必要な犠牲だと割り切るしかないよ。それに彼はそんなに大切な人だったかい？確かにそこまで仲が良かったわけでもないが、それでも仲間は仲間だ。俺がもっとうまくやれば失わずに済んだ。それなら彼の死に報いるためにも僕もこの力を尽くして君を助けるよ。だから気を落とさないでくれ。君が悲しそうだと僕もなんだか、なんだか胸が騒ぐというのかな。君の悲しむ顔は見たくないんだ。他の誰が何を言おうと、僕だけは君の味方であり続けよう。僕と君は運命共同体なのだから。さて、覚悟は良いな。正直わからない。ジェラルドはきっと喜ばないだろう。復讐を望まないだろう。そうじゃ、よう分かっておるではないか。復讐なぞ人のためにやるものではない。己が心を満たすために、己が欲を叶えるためにやるのじゃ。その覚悟はできておろう？
わしの力で無理強いしても構わぬのだぞ。お主の覚悟を問うてもらえるだけわしに感謝するのじゃな。そうだな、自分も覚悟を決めよう。手段を選ばず戦うことを。器の分際で良き覚悟じゃ。なればわしが示してやろう、時のよすがをたどりて見出した答えを。なあ、どの戦場に向かうんだ。どこだ。姿を見せないなんて珍しいな。それにしてもこの空間、なんというか。おや、珍しいね。何の用かな。不思議な気分だよ。いつも君が言う言葉を僕が口にする機会があるなんて。お前が呼んだんじゃないのか。違うよ。そうか、君の方から来てくれたのか。これはいよいよ僕たちの運命共同体としての同調が進んで。何を一人で納得してるんだ。用がないなら帰るぞ。構わないけれど、どうやって出ていくんだい。君から訪れるのは初めての事例だ。それこそ何年もずっと一緒にいて初だよ。残念ながらこれを解決する手段を僕は持ち合わせていないな。本気か。もちろんだよ。はあ、どうかしたかい。するか。一人で剣でも振ってるさ。剣もないのにかい。ここはただの夢じゃないんだよ。だったら寝るしかないな。それでもいいか。面白い夢を見られるかもしれないね。面白い夢。エピメニデス様、ネメシスは引きましたわ。我らも撤退しましょう。ああ、皆も彼らと共に引いてくれ。僕は敵を食い止めてくる。獣の末とはいえ今は僕らの協力者、見捨てるのは忍びない。あのようなクズなど使い捨てればよいではないか、最強の四つ目。その考えも否定しない。さあ行ってくれ。僕は僕のやり方で皆を守りたい。この世界を救いたいんだ。行こうか。世界を滅ぼす邪悪の塔を打ちに。
いえ、目の前の敵は帝国軍だ。砦を落とし、進行を防ごう。止められたな。さあ彼らを撃ちに行こう。ジューマの先兵たちに皆を殺させはしない。
てのようだ。我らには主の加護がある。すべての敵を打ち払うのです。ジューマに力を与えられた者たち、厄介だな。先に周囲の兵を片付けよう。たやったさっよっふんなっふっへいせいさんさっやりくそうわぁ無意味だ。あれを神などが崇め立てまするか。邪魔だよ。誰にも負けるつもりはない。せい目標はあの砦か。優れた魔導士が敵にいるようですね。なぜネメシスなどに従っているのか。セイロス、僕らの旧敵を生かしてはおけないな。彼らもまた何も知らぬまま戦わされているのだろう。哀れだな。たっせいちょっなっやっさっなっはっなっなっなっ邪魔だよ。しなくては。皆さん行きましょう。ふっ死生人、彼らもまたジューマによって作り出された存在に過ぎないか。
セイロスの元には行かせんぞ。たか、本当に厄介な相手だよ。まず私たちの邪魔をするのです。許すことはできん。絶対にだ。セイラス様、私は引きます。どうか加分を。厳しいか。セイロス、あとは頼んだぞ。偽りの預言者セイロス、その道を立ってみせる。邪悪な者、主の皆において滅ぼしてみせます。戦力が足りないな。力を感じる。だけど僕に限りなく近いものだ。あれはきっと過去の夢だろう。夢の中の僕らしきものは戦っていたね。過去、そういえばセイロス、セスリーン、キフホルト、彼らは君の学んだ知識にあったよ。千年以上前の聖人たちだろう。君も、もちろん僕も生まれていない時代のことだ。あの僕によく似た人間が何者なのか、もしかしたら
それが僕の力の起源を知る手がかりになるのかもしれない。俺の正体も何かわかるか？さあ、保証はできないな。そもそも千年以上前の存在にどうやって近づこうというんだい？実は千年間生きている奴がいるとか、無理か。それはどうかな。僕はそういう存在がいても不思議ではないと思うよ。え、そうなのか。お前がそう言うとはな。現実は時に物語を凌駕する。実際のところはわからないさ。だが君がここを訪れ、同じ夢を見てくれたことに何か大きな意味があるのだと僕は思っているよ。君の運命共同体としてね。ああ、だが今日のところはどうやって来たのかも分かってないんだよな。もう一回寝るか？尺だけど仕方ない。町のみんなを助けてくれ。この砦の攻略は任せてもらおう。これは毒か。武器に仕込むなんて卑怯だ。レオニーが毒に。まずいわね。早く避難所に連れて行って治療を。レオニーだったか。無理するな。こっちで手当てを。うるさい。師匠を殺した連中の情けなんか受けられるか。くらえ。これは助からないかも。しまったな。ここまでやられるなんてな。師匠、ごめん。約束守りきれなかった。今ね。やはり毒には餌以上の働きは期待できぬな。敵衆、あなたの敵です。やはり弱みをついてきますか。落とされては元の子もあり。石炎の章、野望の激突。どうにか全エーギルコーラ反皇帝派の動きを抑え込んだエーデルガルトは、闇にうごめく者の主界タレスが姿を見せないのを不安に思いながらも軍を再編していった。再び勢いを盛り返した王国と中央教会の軍勢を叩き、この戦争を終わらせるべく帝国軍は動き出す。予想だにしない展開が待っているとも知らずに。情報ありがとう。おかげで心が決まったよ。実はずっと迷ってたんだ。どうすりゃいいのかって。あんたみたいなやつが
初めから俺のそばにいてくれたらよかったのにな。そうしたら俺ももっと別の道を選べたかもしれない。レスターの、いやフォドラの形だって別のものに変わっていたかもしれない。きっと過大な評価だ。そうかな。人を見る目には自信があるつもりなんだが、まあいいさ。もしこの戦いが終わって他に行くところもなければ、ぜひ俺のところにやってきてくれ。期待して待ってるからな。悪くない気がするな。考えてみよう。おっと、思いのほかいい手応えだな。それじゃあ戦場では頼んだぜ。みんな聞いてくれ。間もなく俺たちは煉獄の谷アリルに入る。そこでは盟友である帝国軍と王国軍及び中央教会の連合軍が雌雄を決する。大激戦が待ち受けていることは想像に難くないだろう。だが今一度俺は皆に問いたい。このままでいいのかと。俺たちは一度は帝国軍に敗れ去り、盟約を結ぶことを余儀なくされた。一方で王国と組んだ中央教会の腐敗ぶりは優に及ばず、彼らに協力する道もない。そんな俺たちレスター諸侯同盟が逆転する機会が今目の前にある。勇敢なるレスターの民よ、新しき理想に燃える戦士たちよ、戦争を起こし民への流血を強いる皇帝を俺たちはいただけるか。古き慣習に縛られ民から自由を奪う王や大司教に俺たちは従えるか。答えはイーナだ。この戦いでそれを示してやろう。激突する帝国軍、王国軍をまとめて撃ち、レスターの世を打ち立ててやろう。今ここにレスター諸侯同盟は帝国と王国への宣戦を布告する。陛下、聞きましたか。ええ、報告を受けたばかりよ。ちょっと待ってくれ。同盟軍が帝国と王国両方に敵対？理解が追いつかないぞ。一体何が起こってるんだ。やってくれたわね、クロード。いざ進軍開始。
クロード、俺は手伝いがいるんだな。さて、ここは手を組みますか。ベルの出番ですよ。うまくいくと。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。行動開始です。力合わせる。素晴らしい。やっちゃうよ。ハピが手伝うよ。予定通り。私の力見せた。できるできないではない。やってみせよう。私に任せてく。私の力見ていなくと教団の連合軍を私たちに押し付け、玉の利を狙っているのは。これは情報が漏れていました。素早く回路を塞がれてしまいました。この戦、奇戦を制さねば苦しくなるぞ。前線の砦を落とし、戦線を押し上げよ。元より引くつもりはない。押し込まれるより早く前に出るわよ。この地面は。無理に歩けばただでは済まないな。行け、帝国の砦を制圧しろ。ひるむな。こちらも撃ってかかれ。拠点なく。予定通り行くわよ。私の力見せてあげる。して戦線の維持はできません。必ず自分の砦を確保しながら戦ってください。武士が皆さんを癒しますわ。命を大事に戦ってくださる。準備も大事ですわ。まるでセスリーンの再来ですな。あの者早急に撃つべきです。あの大岩を見てください。あれで溶岩をせき止めれば対岸に行けそうですよ。溶岩のあたりは流れをせき止めれば安全に行軍できそうですね。しかし溶岩は敵の進軍を阻んでおります。今は止めない方がよろしいかと。加減しねえ。みんな戦いが好きだね。見ていなさい。恐れる必要ありません。着実砦で制圧する。進めろ。予定通り行くわよ。出番だな。行くぞ。敵陣に穴をうがつ。切り込んできたな。相手を捨てやるぜ。一肌。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。王国も同盟の敵じゃねえ。慌てなきゃ勝てるぜ。所詮は優勢のように。みんなよくやったわ。どうして同じ人同士で争い引き合おうとするんですの。少しは楽しめそうだ。まだ立てる。まだ剣を握れる。俺はまだ
戦える。この程度の負傷で引き下がってなるものか。テイス、さあ。できるできないではない。負けないわ。じゃあ、ボロボロになっちまって、ここは俺たちに任せて下がれってな。必ず戻るよ。死のうものなら許さんからな、シルバー。これでいい。予定通り行くわよ。休んだら。ユニット、仇は必ず取ってやるから。俺に任せとけ。もう交代ですか。それ以上はいけない。聞いてくれ。わかりました。お兄様も決して無理はなさらないで。悪いが、その首取らせてもらうぜ。あいつの墓に備えてやりたいんだ。見ていない。ベルの出番ですよ。さあ、痛みに比べればこんなもんどうってことないな。陛下、すみません。どうかご武運を。少しやった。予定通り行くわよ。私の血済んだろ。シルバ、お前まで失って俺はどうしたらいい。この調子で一気に肩をつけられるかしら。順調すぎて不安になるわね。このまま勝てるならいいんだけど。俺の出番だな。死ね。私の力見せた。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。できるできないではない。私が援護に回ろう。ベルの出番ですよ。うまくいく。任せなさい。貴族、貫禄の二文字はない。この間の合図を送れ。南北に広がった帝国軍を切り裂き、挟み撃ちにしてやるんだ。同盟の増援だぞ。しかも我が軍の中央に現れると。人形も何も残念。適切に対処し、犠牲を減らして。しかし、あの増援の中に。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。忍ばせておいた我が配下がいるはずですが。我らが前に道は開けた。突き進め。これ以上
様らを進ませるわけにはいかん。念のための布石が役に立ちましたが、理想を解き同盟軍に攻めかかるのです。何？そこまで信用されてなかったか。厳しい勝負になったな。さっさと片付けるよ。言われなくとも邪魔しないで。俺の出予定通り行くわよ。私の力見せてあげる。待って、ベルですか？頑張ってる名手様のために私も一肌脱ぎますか。ベルの出番ですよ。うまくいくといいけどな。少し休んだろ。もう何が何だか分からないけど、最後まで戦い抜きますよ。バレンティン・ゴレイズ、行くわよ。クラウン、いい加減しねえ。邪魔だ。やっぱり無謀だったかも。変わったな。ヒルダが苦戦してるな。弓兵、援護に回ってくれ。ソファだ、ヌース。無理するなよ、ヒルダ。今のうちに撤退しても構わないぜ。ありがとう、クリード君。でも援護があればまだまだいけるから。万一に備え、あの急戦隊には目をつけておりました。号令一つで排除できますとも。足掛かりを常に確保して進まねば戦局をひっくり返されるぞ。今よ、敵の騎兵に対処して。いや、バカな、背後に帝国兵が。ヒューベルトの差し金か。俺の出番。ベルの出番です。うまくいくといいけどな。相変わらず抜け目のない奴だ。弓兵部隊が、この無理説引くべきかな。ああ、よくやってくれたよ、ヒルダ。あとは俺に任せてくれ。邪魔だ。このままでは負けるか。私が逆転の機を作ろう。敵は飛行部隊を前面に出していますが、溶岩をせき止めても不利にはなりません。よっ、
加味する者たちを私は許してはおかぬぞ。どけどけ。昔のようにはいかぬか。だがまだ戦える。これで地面が冷えて安全に進めますね。生きた心地がしなかったね。まったく。俺が守るぜ。邪魔だ。破れたか。無念だが、フレンのためにも死ぬわけには。大司教ごとに施設の姿がありましたが、やはりセイロス騎士団の本体はいませんね。問題なかったな。皆さんのおかげでみんなが勇気づけられてますからね。のためだ。ここで死ね。このままでは厳しいか。お前まで失うわけにはいかない。頼む、下がってくれ。出る。俺が出よう。我が槍で全てを投げ払う。組み立てが動いたようだ。一気に勝負をつける機会が来たか。よし。ベルの出番ですよ。いよいよ戦いは大詰め。彼らとシールを決する時ですか。ええ、二人を打ち倒さねば勝利はない。この地を制圧し、帝国の勝利を確たるものとしてちょうだい。その心、刃ごとへし折ってやろう。パワーガスの君と相手にとって不足なしだ。ディミトリ、今からでも遅くはないわ。中央教会とたまとを分かって王国へ帰っては。それで信仰を諦めてくれるならいいな。もう止まるつもりはない。君は邪魔だ。どうにか落として引き込まれる場所を。ザイヤー。ガルトが羨ましい。お前みたいな奴を仲間にできて。お前がこの道を選ばなきゃ
手を携えたままでいられたはずだぞ。クロード、俺が守るぜ。トロた連中のためにも負けられないんだ。ザイヤトクラウシャバダンしねえ。こっち背中任せていいか。俺たちは止められねえ。行け、俺が当てる。我が策ならずか。潔く引いて再起を図るとするかね。クロードが引いたと、まあいい。こちらのやるべきことは変わらない。させません。残すところは敵の主塊のみです。我らの未来のために。未来のためにも手足の一本や二本惜しくはない。俺が死ねば王国は滅びる。ここは引くしかないか。余裕はないけれど、これで帝国の勝利だ。不測の事態はあったか。さっさと片付けるよ。なんとか勝て。言われなくても邪魔しないで。俺の出番か。さあ覚悟せい。我が器の父を死にせしまね。わしを何だ。出番だな。うまくいくといいけどな。君をご所望のようだよ。今こそ灰色の悪魔との決着の時だ。確かに圧倒的な力だが絶対じゃない。今なら勝てる。敵はこれでいいじゃん。わしが制圧してやらねばのう。お主、言われなくても邪魔しないで。またです。これがアドラステア帝国皇帝の力よ。皆陛下に続くのです。ダメぞ。邪魔をするでも。そんな魔法光るぞ。忘れ惜しいやつじゃ。
とうとうやったね。灰色の悪魔を撃ったんだ。ああ。どうかしたのかい？あまり嬉しそうじゃないけれど。なんというか、不思議な感じなんだ。嬉しいはずなのに。やりきって終わってしまった。そんな寂しさがある。それに、後悔もあるかな。本当に殺し合うしか道がなかったのか。そんな複雑な気分だよ、今は。なんだか悪いな。悪くなんてないよ。嬉しさと寂しさと後悔か。難しいね、そういう感情が入り混じった状態を理解するというのは。でも、もしかしたら僕も似た状態なのかもしれない。嬉しさよりも解放感がある。積年の使命を果たしたような。思わず涙がこぼれそうなほどに。涙？ラルバ、泣いているのか？わからない。でもこれだけは言える。君には本当に感謝している。僕の運命共同体が君でよかったよ。ラルバ。なかなか殺し、まだ土壇場での同盟の裏切りに耐え切った。この勝利は大きいわ。けれど、エーデルガルト、何か気になることでも？大司教レアやセイロス騎士団の主力を戦場では見つけられなかった。ただ出陣していなかっただけなのか。あるいは、あ、待ってくれヒューベルト、君に聞きたいことがある。大司教らがガルグマクから逃走した際、この谷までの足取りがつかめなかった。確かそう言っていなかったかね。ええ、方々に捜索の手を広げた結果、たまたまアリルで捕捉でき、王国領に入ったと判明しましたが、それがなければ消失したと思ったやもしれません。やはりそうか。まさか貴殿はガルグマクが危ういと。そうか、ガルグマクからこのアリルまで連中しか知らない道があるのか。もしレアたちがそこを抜けてガルグマクに攻め寄せてるとしたら。あり得るわね。ヒューベルト、確認しますが、その前に動いてもよいかと。フェルディナント殿の考え、十中八九当たっていると私も思いますので。そうだろう、そう思うとは君もさすがだよヒューベルト。分かったわ、軍を二つに分けましょう。本軍はそのままガラテア領に進駐、私たちは3割の兵を率いて南にガルグマクに向けて転進するわ。石炎の章、未来への道。アリルの海戦にて王国と中央教会の連合軍、そして突如として宣戦した同盟軍の両方を辛くも打ち破った帝国軍であったが、
敵の中に大司教レアの姿はなかった。レアはわずかな将兵を率いてアリルの裏道を抜け、ガルグマク大修道院に奇襲を試みていたのだ。その事実に気づいたエーデルガルトは急ぎ軍をまとめて救援に向かう。